2009年5月2日午後0時20分頃、愛知県蟹江町蟹江本町の山田よろこ康子さん、当時57歳方で、ケーキ店店員の次男正樹さん、当時26歳、第1回は室で倒れて死亡しているのを正樹さんの上司が見つけた。この上司は正樹さんが出勤しないのを不審に思い、警官と一緒に訪ねていた。正樹さんは背中を刺されており、間もなく死亡が確認された。三尾勲さん、当時25歳も手をコードで縛られた上、首を刺されるなどして2週間の怪我を負った。さらに、翌5月3日には母親のよろこ康子さんの他殺体が発見された。司法解剖の結果、2人の殺害時刻を5月1日午後9時辻頃としている。食事に残っていた唾液から犯人の血液型は O 型であると判明しており、一家に O 型の人間はいない。個人を特定する指紋も検出されているが、犯人の特定には至っていない。